はい、それではですね、本日は、スニーカーを紹介したいなと思います。以前2足買って1足のオールドスクールの方は、ご紹介したんですけども、もう1足の方を本日は紹介したいなと思います。もう1足がですね、でバンズの、スニーカーになって、両方ともバンズになるんですけども、中身がこちらのオーセンティックの、バンズのスニーカーになります。でこちらがですね、バンズっていう、まあ、形が、このオーセンティックっていうこの一番最初に作られたスニーカーと、次エラって言ってもうちょっとこのクッション性があるタイプと、でオールドスクールとスケートハイとかっていう何個かまあ種類があると思うんですけど、まあ、その中でも僕このオーセンティックっていうのは今まで買ったことなくて、まあ、エラっていうこのここクッションがあるタイプは買ってたんですけど、オーセンティックはちょっと今まで買ってなかったんですけど、今回あのアナハイムの、モデルっていうことで、クッションが、いいので、まあ、それで購入したんですけども、まあ、購入した点っていうのが、決め手っていうのがまず一つが、クッションがいいとこで、それがですね、以前までバンズって結構硬いっていう、クッションが硬くて足が疲れるっていうイメージがやっぱローテクってあったと思うんですけど、まあ、それはですね、前回紹介したオールドスクールのタイプのスニーカーはその特に海外モデルっていうだけでクッションがそんなにいいとかは全然ないんですけど、まあ僕の足の形的にはそんなに疲れる感じではないので、まあ、履いてるっていう感じなんですけど、このアナハイムっていうモデルは1966年に発売されたモデルの復刻っていう形になってて、でさらにそれを現代版にアップデートしてるっていう感じで、まあ見た目とかはちょっと当時の発売の雰囲気を出してるんですけど、色味とか、ただその中のクッションをちょっとクッション性のあるウレタン素材のものを貼ってるっていう、クッション性のあるものを貼ってるっていう感じになるので、まあ、少しクッション性はちょっといいんかなっていう感じで以前から欲しくて購入してます。まあ、購入のポイント2つ目としては、まあ色味が綺麗ということで、僕もう一色迷ってるのがあって、この、ちょっと緑っぽい色味か、オレンジかどっちかを購入ずっと迷ってて、でたまたま見つけたのがこれがあったんで、あもうこっち買おうと思ってこっち買ったんですけど、オレンジの方はちょっとまあ真夏はいいんですけど、ちょっと春とかは合わせづらいかなと思って、でまあなんでかというと、全然デニムとかは合うんですけど、でこれも後でデニム履いてるシーンを見てもらうんですけど、まあそれ以外にも、まあこれやったら、アルパインライトとか、まあノースフェースとも合わせたいなと思って、まあこっちの色の方が合いやすいかなと思って、まあ、こっちを、購入したという流れになります。はい、でまあそれ以外はですね、特に、購入のポイントっていうのはなくて、まあその2つが、まあ、クッション性が多少いいっていうのと、まあ色味がもうこれと、オレンジのどっちかで迷ってて、もうこっちを買ったっていう感じの、まあそれだけなんですけど、クッションに関してはバンズって、今普通のバンズのまあクッション性のタイプのやつと、次こういう、まあ上から、クッション性のあるタイプを貼ってる、まあこれがアナハイムのモデルは全部そうなんですけどっていうのと、でもう一個が 3D クッションっていうのを採用してるやつがあって、まあどんなんかって言ったら、普通のまあソールインソールになってるんですけど、中敷きみたいな、こんなふわふわの中敷きがあるんですけど、それが入ってて、でそれはバンズがオリジナルで出してるやつなんですけど、バンズプロっていうやつなんですけど、それは少し値段も高いんですが、僕も一回どんなんかなと思って履いてみて、で店員さんと喋ってて、これクッション性めっちゃいいですよって、 3D プロっていう、これは違うんですけど、 3D プロってやつはいいですよって言われてて、実際一回試着したらめちゃくちゃ良くて、多分あれを履いちゃうと普通のこういうのとか、僕が以前買ったようなやつとかは多分履けなくなるぐらいクッション性がいいので、3D クッションはいいっていうのは分かってるけど、もうバンズいっぱい持ってるから、まだなかなか購入しちゃうと、もうそれしか履かへんくなって、前のバンズが履かへんくなるから、もう 3D クッションは買わへんねんっていうお客さんもいらっしゃいますって言ってはったんで、まあ、僕も結構履いてみて気持ちが分かるというかなったんで、まあ圧倒的に 3D クッションのやつの方がもうクッション性はめちゃくちゃ良くて、まあ、こういうのとか、まあ普通のやつとかはやっぱり そんなにクッション性が全然良くないんで、バンズに慣れてない方で、ハイテクスニーカーを普段履いてる方とかであれば、こういうのは結構疲れやすいとは思うので、ハイテクがお好きな方はあんまりおすすめじゃないかなと思うんですけど、まあハイテクがもしお好きでバンズ興味ある方とかやったら、そのプロモデルとかはクッション性もありますし、ファッショナブルっていうか、まあ見た目は別に全然変わらないんで、まあおすすめかなと思います。ではですね、まず、まあ、僕はこれイメージとしては、夏とか、春から夏ぐらいにかけてガンガン履いていこうと思ってて、例えばデニムとか、あとハーフパンツとかも相性がいいので、
まあ、履いていこうっていう風な感じで購入してるんですけど、まあ、まずデニムを履いてる様子から見てもらおうかなと思います。ではどうぞ。という感じでデニムで履いてるときは、まあ、ちょっとサーフっぽい感じで、いけますし、まあ、全然何でも合わせれるんで、こんなんは。で、色味がやっぱデニムとも色が合うので、まあ、結構重宝するかなと思って、もう迷ったら夏場はこれ履いていいなと思ってるんですけど、まあ、次ノースフェイスのアルパインライトで一回ちょっとまあどんな感じか見てもらいたいと思うんですけど、まあ、ああいうちょっとスポーティーな感じでも、まあ、全然こんなんやったら合わせれるんかなと思って、はい、合わせてますので、どうぞ。という感じで、まあ、今回これを購入して、まあ、今後そういう感じで、アルパインライトとか、あとデニムとか、あとショートパンツで合わせていきたいなというふうに思ってます。はい、というのが、本日は、バンズのオーセンティックを購入したという動画でした。以上、ありがとうございました。